3番目を回復しまして、部活性脂肪細胞および下流層細胞における活動が並びの可能性獲得のことを最もトランスクリプトミスという題で、こちらの小野さんからお答えいただきます。ウェイト側の方が、を使ってこのように成功したという事例を紹介いただきます。紹介どうもありがとうございます。日本大学の生物支援科学部の小野博正と言います。で、ちょっとタイトルがですね、また全然雰囲気が違うんで戸惑われる方もいるかもしれないんですけれども、今回 のワークショップのタイトルである、ウェット研究者が情報技術的に自立するためということで、実際にその、マイクロアレイを僕自身は使って解析をやっているんですけれども、ウェット寄りのラボでこういうことをやってるんですけれども、そのマイクロアレイ解析の一例と、その実践方法について、この上のタイトルに合致したようないいケースが紹介できるので、今回その話をしたいと思います。それでちょっとですね、また話がちょっと込み入った話になるんですけれども、今回私がやった研究の大きな背景と目的はこのスライドで示した通りです。体にある体細胞、機能している細胞として、成熟脂肪細胞という油をためる細胞があるんですけれども、この細胞ともう一つ、こちらは分かりやすいんですけど、こちらは卵胞の中にですね、卵子を支持する細胞として、こういう卵胞顆粒層細胞という細胞があります。でこれら なんかあんまりつながりがないように感じられるかもしれないんですけれども、これらの細胞はコラゲナーゼ処理することによって、体内で簡便に単一の細胞として取得できる2つの細胞の種類です。で我々はこれらの細胞を体内から取り出しまして、通常のですね、血清で通常の培養することだけで、これらのですね、繊維が細胞用の形態を示す、成熟脂肪細胞からは DFAT、 卵胞顆粒層細胞からは DFOG と呼ばれる細胞を得ることに成功しています。でこれらの細胞はもともと体内で機能している分化した細胞を脱分化させることによって得られた細胞なんですけれども、これらの細胞の特徴として、元の組織とまた異なるですね、脂肪細胞の場合ですと、脂肪細胞にまた細分化することも可能ですし、分化転換すること、骨芽細胞や軟骨細胞、菌芽細胞ですとか、また神経細胞にも分化転換するような多分化能を持っていることを証明しています。でまたこちらの細胞に関しても、DFAT ほどではないんですけれども、脂肪細胞と骨芽細胞と軟骨細胞などに分化することを現在までに確認しています。これらのように、体内で機能している細胞をこのような脱分化させることによって多分化能を獲得するという、面白いですね、実験系を持っています。で今回の、マイクロアレイ実験の、目的としては、こちらに書いてある通りで、体細胞の脱分化および多分化能の獲得に関与する候補遺伝子であるとか、遺伝子発現プロファイルの特徴から、これらがなぜこういう現象が起きるのかということを明らかにする目的で実験を行っています。で今回やったこととしては、詳細はですね、本日夜 のポスターセッションがありますので、こちらでご説明したいと思いますが、簡単に紹介したいと思います。でまず1番目としましては、脱分化過程、先ほど述べた、体細胞が脱分化をして多分化能を獲得するという過程で、いろんな細胞の減少が起きていると考えられるんですが、それらの中で一番こういう多分化能を獲得するような不思議な現象がどこできっかけとして起こっているのかというのを明らかにする目的で、脱分化過程における形而的なサンプリングをそれぞれ行いまして、マイクロアレイ解析を行いました。今回のケースでは成熟脂肪細胞ではなくて、卵胞顆粒層細胞の方を用いていますが、このように、採取直後から1週間後のコンフルエントに至るまでのサンプリングを行って、どの地点が、脱分化の進行に重要であるかというところを明らかにしています。これは全て自前の自分のデータを使って実験して解析をしたものです。
で次にですね、まあ、脱分化というのは最近あの iPS 細胞などでちょっとキーワードとしてあの出てきているので、あの耳なじ耳あのお分かっている方もいるかと思いますけれども、最初の脱分化というとやはりあの植物細胞で、細胞壁を消化してやるとカルスが形成されて全て新しい個体が作られるというのが、まあ、元々はあの一番最初に出てきた概念なんですけれども、それらの植物における脱分化と我々、がやっているような動物細胞でこのような脱分化ということが共通点があるのではないかというふうに考えまして、公共マイクロアレイデータをですね検索しまして、こういうようなデータがないかということを探しましたところ、シロイルナズナの、脱分化のマイクロアレイデータというのを発見しました。それでそのデータを用いて、解析することによって自分たちの系 と、どのような共通点また相違点があるのかというところからこの脱分化を考えるきっかけにしました。でそういう解析を行ったのが2番目です。で3番目といたしましては、先ほどから述べているように体内で機能している細胞が、なぜか多分化能を獲得すると、簡単な培養方法で多分化能を獲得するというところが大きな特徴でありますので、その多分化能の獲得に関わる候補遺伝子であるとかそういったパスウェイはどういったものがあるのかというのが究極的な目的の一つでもありますので、それを明らかにするために、公共マイクロアレのデータと自分のデータ、自分で出したデータを、同じ統合することによって比較解析を行いました。でその比較の対象としてどういったものを用いたかというと、ちょっと申し遅れましたけど、私はあの実験を豚の細胞を使っておりますので、豚のマイクロアレのデータというのはちょっと数が少ないんですけれども、探しましたところ最近こういう豚の胎児の繊維が細胞を iPS に、まあ、いわゆる山中ファクターを導入することによって iPS 細胞を作るというようなあの単純なこういう胎児繊維が細胞をこれらのファクターを入れることによって iPS 細胞を作るというデータがありますので、これらのデータとあと我々が出した自分たちが出した、脱分化のマイクロアレイデータをそれぞれこう総合に比較することによって、その共通点であるとか差を見出すということを行いました。で、これは3番の、豚のマイクロアレのデータを自分たちのデータと公共マイクロアレのデータを足して統合して解析したあの一例なんですけれども、このように自分たちのデータはこの4つで、この2つに関しては豚の繊維芽細胞と iPS 細胞のデータというふうに形で、これは階層的クラスタリングで示しており、こちらは主成分分析を同様に行ったものです。でそうすると、主成分分析の方が非常に分かりやすいんですけれども、この辺が、脂肪細胞でこちらが顆粒層細胞です。でここの2つが、DFAT と DFOG という多分化の細胞になっています。でこちらが、繊維芽細胞でこれを、iPS にしたのがこちらというふうに、やはり iPS 細胞は、万能性を持つ細胞ですので、かなり遺伝子プロファイルが異なっていることがこれからも分かりますし、驚くべきことに、脱分化した、成熟脂肪細胞と卵胞顆粒層細胞は、胎児の繊維芽細胞に非常に近いプロファイルを示しているようなことが今回初めて分かりました。でさらに、もうちょっとあの解像度を下げて細かい遺伝子を見ていく と、ここはですね、MA および GC の脱分化過程で上昇した遺伝子群の中でさらに、繊維芽細胞で高かったり iPS 細胞で高くなかったり高かったりするようなというようないろんな条件を振ってですね、あの共通性を、見出すようなことを行っています。詳細に関してはちょっとポスターで説明させていただきたいと思いますので、もしご興味ある方いらしたら、この後よろしくお願いいたします。それでですね、こういうような、今回はマイクロアレイ解析の話なんですけれども、今回用いたその情報技術的なものとしましては、大体大まかに挙げてこの5つぐらいが挙げられると思います。でまず、ゲノムブラウザであるアンサンブルのバイオマートという機能を使って、まあ、CDN の配列ですとかアノテーションを取得するようなことを行っています。でまたもう一つはマイクロアレイプローブを ID を対応付けを行ったりもこちらでできます。
でまたもう一つ、今回豚のマイクロアレを使っているというお話をしたんですけれども、ちょっとアノテーションがどうしてもちょっと貧弱なところがありますので、これを自らもう一回、ブラスト検索をすることによって再アノテーションを行っているんですが、あのウェブ上でブラストをやるにはちょっとかなり無理がある計算になりますので、自分のパソコンにブラストをインストールするというようなことを行っています。でもう一つは再三出てきているように、公共マイクロアレのデータを取得する先としては、まあ、いくつかマイクロアレのデータベースありますけれども、 NCBI のジーンエクスプレッションオムニバスというところからデータを得ています。またマイクロアレデータの正規化可視化に関してはフリーの統計解析パッケージである R を使っています。でまた、注目した遺伝子群の機能分類であるとか生物学的解釈に関しては、まあ、ジーンオントロジーを中心とした、まあ、こういうデイビッドなんていう簡便なツールがありますので、こちらを使っています。で、こちらに出したようなですね、全ての今回5つ代表的なものを出しましたけれども、これらの使い方ですとかどういうふうなとこから入手できるのかなんていう情報は、先ほどあのボーノさんも出されてましたけど、統合 TV ですね、こちらにあの全て載っております。なので、実験の仮説とですね、やりたい目標があれば、これらを見るだけで同じようなこと、あの私と同じような解析はすぐにできるような環境が、まあ、実際整っています。で統合 TV は、このようなインターフェースになってまして、実際にこういうところをクリックしてもらいますと、まあ、作業の動画が動画で見れると、どのように作業すればいいかというのを動画で配信しています。この番組に関しては先ほど述べたローカルブラストのインストールの仕方から検索を実行、どのように実行するかまでが紹介されたあの番組になっています。でさらにあの ModDB というサイトもあるんですけれども、こちらはどっちかというとあのテキストで、実験プロトコルのような形で実際に手を動かしながら使う、まあ、教材のような形のサイトになっています。こちらに関しても、NCBI のあのジーンエクスプレッションオムニバスからどのようにデータを取ってくるか、またどのように解析するかなんていう話がこういうような形で出ています。でこれらの2つを使うだけで、今回私が発表したような内容に関しては、同じような解析ができるようになっています。で最後なんですけれども、一応まとめという形でですね、ベッド研究者が情報技術的に自立するために、まあ、どういう、データを提供する方とデータを解析する方としてどういうことが必要かというのをちょっと自分なりに考えてみました。でデータを使う、まあ、ウェットの研究者の方がほとんどになると思うんですけれども、やっぱりなんでこういう情報技術的に自立できていない状況があるのかというのを考えると、やはり食わず嫌いというか、なんかよくわからない、なんか面白そう、なんかできそうなんだけどなんか嫌だみたいな、そういうちょっとしたあの食わず嫌いがあるんじゃないかなというふうに考えています。 ですが、データを提供する方もちゃんと提供しているかというと、そういうわけではなくて、あの八百屋にただ野菜を置いているだけ、勝手に食えみたいな、そういう状況に近いんじゃないかなというふうに考えています。なのでデータを提供する人としたら、野菜をそのまま置いとくのではなくて、食べやすい形ですとか味付けにする、まあ、つまりこういうのは料理することだと思うんですけれども、まあ、こういうようなことが必要なんじゃないかなと思います。でこれらがある程度クリアされると、データを使う人としたらば、料理されたものが食べてみたら実は美味しかったというようないい体験ができるわけで、そうすると、まあ、中には自分でそういうのを作ってみたいなというような人も出てくるんじゃないかなと思います。なのでデータを提供する人としたら、今度は、まあ、これらの環境が整ってきた場合は、まあ、レシピであるとか料理本をちゃんと提供してあげるというようなことが必要なんじゃないかなと思います。でデータを使う人はこれらの環境が整ってくれば、自分である程度一通り自分の食べたいものを作れるようになってくると思います。でそうすると、まあ、こういうニーズもあるんですけれども、やっぱりデータを提供する人としたら、忙しいですと、あのウェットの研究者の人は忙しいですとか時間がないっていう状況もあると思いますので、まあ、それらを克服する上で、美味しい冷凍食品であるとかレトルトのような簡便に、例えば、身近な例で言えばクリックしながらすぐできてしまうとか、コピペで何かすぐできてしまうというような、なんか手間を全然考えないでできるような、
あのデータの提供の仕方もあるんじゃないかなと思います。で、まあ、これは全て統一してなんですけども、データに関わる人としたらば、まあ、実際にいい素材いい野菜を作るというモチベーションでやる方も大いにいいと思いますし、いいレシピを提供するっていうのも一つ の, あのモチベーションの一つだと思います。でまた、ウェットの研究者としたらやっぱり新しい料理を考えるというか、新しい仮説を生成したりですと か, なんか新しいデータが出るっていうような、そういう新しい料理を考えるモチベーションにこういうところが、こういうところが、うまく整備されていけばなるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと時間切れてしまったんですけど、一つの例としてですね、こういうクックパッドっていう今あの料理のレシピをこう公開しているサイトが非常に人気らしいんですけれども、こういう形が一つの例としてはいいんじゃないかなというふうに考えています。例えばまあこういうカテゴリーから探すなんておすすめのレシピなんていうのがあって、例えばどういう解析がしたいとか、今日の献立とかお菓子を作りたいとかパンを作りたいとか、まあいろんなこういうカテゴリーがありますし、こういう形で実験の例えばプロトコルですとか解析の方法を紹介するというサイトも一つの形じゃないかなと思います。でまた何かいいものができたらば、こういう自分のレシピをこういうふうに載せたりとか、レシピは生い立ちが書いたりとかっていう風な形で、あの実験生物学者の人もこういうような形でみんなでいろんな情報をシェアしてやっていく形っていうのは一ついいのかなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございました。